改札口ホーム現役は、静岡県沼津市原にある、東海旅客鉄道、日本貨物鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、CA05。運行形態の詳細は、東海道線を参照。東海道本線、熱海前原間の第一種鉄道事業者である JR 東海と、同区間の第二種鉄道事業者である JR 貨物が共同で使用する駅である。 ただし、JR 東海が運行する旅客列車の発着はあるが、JR 貨物が運営する貨物列車の発着はない。1900年2月の駅の開設時より、日本国有鉄道やその前進組織など一つの事業者により運営されてきたが、1987年4月の国鉄分割民営化に際し、駅の旅客営業を JR 東海が化粧し、 貨物営業を JR 貨物が継承したため2社が共有する現在の形態になった。駅はかつて東海道の原宿として栄えた沼津市の建地区にある。かつての所在地は駅名と同名の原町であったが原町は1968年に沼津市に統合され消滅している。二面三線のホームを有する地上駅である。駅構内の北側に 短式ホーム一面一線、南側に島式ホーム一面二線が配置されている。短式ホームの南側が一番線、島式ホームの北側が二番線、島式ホームの南側が三番線である。旅客列車は、上り列車が上り、本線の二番線を使用し、下り列車が下り本線の三番線を使用する。上り対比線の一番線は2009年3月現在。 旅客列車は使用しないが、一部の回送列車や貨物列車が使用している。また、3番線の南側にも、主に貨物列車が使用する下り対比線が一線ある。ランプコや1番線の北側に接して、木造で天井の高い駅舎が設置されている。駅舎内部には JR 全線切符売り場が設置され、改札口には、簡易型自動改札機が導入されている。 駅舎がある1番線ホームと、そこから離れた2番線、3番線ホームの連絡は、5 0橋による。2007年6月に着工されたバリアフリー設備設置工事が2008年2月に終了し、5 0橋に2機のエレベーターが設置された。これと同時に、駅舎内部の多機能トイレの使用も開始されている。駅舎の脇には、 開業時の1900年地区とされるレンガ積みのランプ小屋がある。JR 東海による分類では当駅は業務委託駅に分類され、駅業務は東海交通事業の係員が終日担当している。また、管理駅である沼津駅が当駅を管理している。JR 貨物は現在臨時車扱い貨物のみの取り扱いで、貨物列車の発着はない。 1997年3月まで、駅の南西にあった、秩父セメント県サービスステーションのセメントに役施設へ、続く専用線へ、セメント輸送列車があった。また、1980年代前半まで、片浜駅方面にある、図書印刷沼津工場への専用線があったほか、駅舎東側に、有害者用の貨物ホームもあった。静岡県統計年間によると、 2019年度の1日平均乗車人員は2229人である。近年の推移は以下の通りである。注釈出店、ありがとうございます。